八スロ機、交通橋における形式名は伝説編の道 D。後継機として以下の機種が発売されており、吉宗、オス、番長と並ぶ大都議県の名物シリーズとなっている。出現条件や確率などは、設定やゲーム数、滞在中のモードなどによって異なる。各種演出から移行するモード。このモードに突入すると、シャッターが全開になり、 ピラミッドの精霊クレアが祈り、レオンとシャロンが財宝を探索する画面に切り替わる。高確率には規定ゲーム数があり、それを消化しきる前に、チャンス目のフラグもしくは通常は、ズレ目による RT 解除当選を引くことができれば、その時点でボーナスが確定する。高確率の規定ゲーム数は10ゲーム、20ゲーム、255ゲームのいずれかにあらかじめ振り分けられているが、20ゲームを 超えても RT 解除に当選していないのに高確率が継続していれば255ゲームであったことが確定する。このパターンになると画面下に残り G 数が表示されず代わりに昇景文字が流れる。高確率モード中の RT 解除率はおよそ1、17。また稀に背景全体が赤色になる赤高確率に移行する場合もある。 このモードもボーナスが確定するまで高確率が継続する。基本的には、ボーナス中に特定条件を満たし、ボーナス終了後の次回ボーナスが確定している状態時の全長演出等により、赤高確率が発生する。しかし、通常高確率時のベッドでのクレア祈り、演出発生時の一部で突入することもあり。 その場合は、すでに RT の解除がされており、ボーナスが確定しているため、狙えば、ボーナスを揃えることができる。非放電のボーナスゲームには7揃いのビッグボーナスと、ピラミッド揃いもしくは7から7ピラミッド絵柄の、レギュラーボーナスの2種類がある。ビッグボーナスは規定ゲーム数である 30G を消化、もしくは JAC ゲームに3回当選し、 それを消化し終えた時点で終了する。レギュラーボーナスは JAC ゲーム1回で終了。ボーナスゲーム中はレバー音のサイベルスイカリプレイ成立時に小薬ナビが発生する。ただし、チェリー成立の時はナビがない。ナビがない場合は基本的にチェリーか外れであるがチャンス目の可能性もある。また、小薬ナビはナビする小薬によって効果音が異なっているため、 オンでも判別は可能である。概要でも述べた通り、本機は一時連機能を搭載していないため、以下のボーナスゲーム中における特殊演出があると、高確率モード以上の当選確定となる。ビッグボーナス中に、レオンの背後が突然暗転し、ウジャトガンが出現。ビッグボーナス終了直後に出現する壁画が、レオンとシャロンとアグリに変化。 ビッグボーナスの規定ゲーム数である 30G 中にリプレイフラグを引いた回数が2回以下 JAC ゲーム中にハズレが発生この時リールフラッシュなどの特別な演出は発生しない発生確率は165536でこれら4つの中では最も出現率が低くなっているなおビッグボーナス中の音楽が通常時と異なっている場合は 伝説モードロング滞在中が確定となる。ただし、ボーナスゲーム終了直前の抽選結果によっては、終了後通常モードに転落する。吉宗の雑魚出現、山梨県警、パチスロ4号機の検定申請に難色。月刊グリーンベルト。2020年1月31日閲覧。ありがとうございます。